今日も一日お疲れさん。どうもしろです。ジョンです。ヤスイです。トガです。今日の企画は平日の夜から巨人聞きたい。これどういう企画ですか。前や。巨人聞きたいわけあるかい。でもさ、やっぱこう平日になってんの、俺ら更新日が。そうですね。ご飯食べながら見てる人多いってよく聞くんで、まあ、たまにはやっぱこうやって愚痴をね、視聴者から集めさせてもらって、うん、まあ、僕ら聞いて、もちろんこう共感してもいいですし、それはなんかそれは甘えすぎちゃうなと思ったら別に言っていいですし、いいね、はいはい、まあ、ちょっとストレスを解消する企画なんですね。そうです、そうです、そうです、ね、だから一緒に酒飲みながら、まあ愚痴るぜっていう話。なるほど、ね、それではやっていきましょう。チャンネル登録よろしく。飲んでいいですか。あ、いいですよ。いただきます。いただきます。お疲れ様です。茨城ですね。聞かせてくださいよ。聞かせてくださいよ。口読んでくれんだ。一発目、はい、いけいけいけ。人によって態度変える人が許せない。あー、嫌なんだ。わかる。俺これあんま嫌って分からへんねんけど、ある程度変えるもんじゃねえと思うんやけど、許せないっていうのは何でない。ガラッと変わるのが嫌なのかな。これあざとい女子とかってことなのかな。そういうことかな。なんかあの上司にだけコビコビして、上司からの評価が高いとかはイラッとするというか、それを見抜けずまんまとそういうふうに評価してる上司にもムカつくしみたいな。なるほどね。自分に対してバカにしたような態度を取ってきてるやつが他の人にめっちゃヘコヘコしてるのやったらムカつくから。あー、なるほどね。なんか他のとこでめっちゃキャラ違うのに、自分には本音で話してくれる人は結構嬉しかったです。愛嬌いいなあいつっていう表現もあるやん。何がちゃうんやろ。どっちに対しても好意やからじゃん。あー、人によって変わると、うん、特に悪意が自分に向けられると嫌なんじゃん。早いね。ついてきてないよまだ。そう、ついてこれてるよ多分。今のなら。そんな感じなのかな。ムカつくよな。あれ、いちいち求めてないやろ、そんな答えがどうのとか。そうやな。どうも、そういうとこやぞ、お前。気ぃつけるわ。染みてんの、酒。そういうとこやな。そういうとこだぞ。行きましょう。低層観念が低そうな職場の女が、はい、彼氏の隣の席で彼氏に話しかけてるのを見るといらん。めっちゃ女の子っぽいやつ来た。これ逆はイラッとするんですか。低層観念が低そうな職場の男が彼女の隣の席で彼女に話しかけてるのを見るとイラッとする。いや、内容がどれかしとかあったらちょっとやめてもらっていいか。やめてもらっていいか。いいか。変わんない、変わんない。言う。俺はその彼女がデレデレしてたら嫌かも、逆に。あ、彼女側がね。男はどうでもいいかもしれない。これでももうしゃあないよな、イラッとしてしまうことは。嫌だよな、普通に、うん、みんな嫌ですわ。だからボディタッチとかしてきたら言っていいと思うよっていう俺は思うかな。愚痴なんても解決求めてない。そうやな、ムカつく。お前悪いとか言ってもらって。また出てもた。仕事しすぎてこうなってるから。エロビア、こんなんも来てますね。はいはいはい、はい、小一息子が中間反抗期っぽくて扱いが難しいです。小一で反抗期ってあんね、早いね。早いね。まあ男の子やったらあるんちゃう。ジョンってあった反抗期とか。俺全然あったらしいな。へぇ、うん、睨みつけてたって他に言われてた。反抗期覚えてへんぐらいの速さからあったんやん。あんま自覚がなかったね。え、みんなどういう自覚してるの、反抗期の時の。普通にだって壁に穴開けてたけど、うん、なんか別にそんなムカつくようなことじゃなかったし。え、なんか普通に触られるだけちょっと腹立つとかあった。あー、それは反抗期やな。そうそう、それは反抗期やな。あった？あったあった。なんかいろいろ言われるのも鬱陶しいみたいな。あー、だから俺も そんなのはあったね、普通に。うん、そういう時なんて言ってた？うるさいって言うの。うるさいは言ったと思うけど。へー、もう反抗期はしゃあないからな。でも子供なんてさ、大体反抗期なんじゃないの。全部言うこと聞くことおらんのさ。お前誰やねんとか言われたら泣いちゃうよな。どうせやろうが。そんな童貞野郎が。おい、お前見たけどよ、童貞らしいな。そっちお前ええわ。無言で避けられるとかもきついわ。あー、 YouTube 見てもうたよなみたいな。確かにな。怖いよなそれ、ほんまに。最悪全部消すかもしれない。そうやな。まあでも出るよな、だって、うん、結婚相談所のさ、会社のコロナで撮影してたの、うん、で、なんかその日に、まあ、お付き合いしましたみたいなことだったんで、うん、一緒の家でテレビ見てて、なれそめ見ててくれたんやけど、自動で次の動画流れるやん、うん、はいはい、チンポー感流れて、はいはい、めちゃくちゃ気まずかったって言って、ちょっと怒られたのかやつに、チンポーの質問答えてくれたみたいな、フルチンで、なんか、よくないことやってんのって思うたり、それはそうだよ、うん、そう考えたら、やっぱ俺らチンコで成り立ってんな、やせやね。下半身でやってるから。お酒飲む？人のこと見下さないと気が済まない人がいて、それを大声で言うので聞こえてきちゃうこっちがダメ。ああ、
会社とかに属さへんくなったから、こういう人に出会うことがあんまりなくなったんやな。あ、確かに確かに、うん、確かにな。よくも悪くも怒られないよね、俺だって。まあそれもあるし、なんかちゃんと上下関係が発生してる場所じゃないとこういうのって生まれなくて。確かに確かに確かに。あ、そうですか。あ、いやいや、俺結構人見下すタイプやから。あ心の中で思ってるだけだよ、そうだろうな。そうか。いやどうやろう。いやいや言ってんの。なんか負け惜しみたいな感じで言ってるから、その見下してると思ってなかったんだ。お前のそういうとこないんやねん、へえみたいなんで言ってるなんか俺にはないからムカつくみたいな感じで言ってることが多いから、見下してるって感じは俺あんまないじゃん。羨んでるっていう。知らんけどな、実際は。だるいだるいでいて何やなんか言う。役者業界でこういうのありそうじゃない。あ、それはめっちゃあるんじゃない。見るんじゃない、こういう場面。見ないみたいな。あ、ないんだ。あ、多分めっちゃ上ってないと思う。一流はもう人格できてないと一流でいれない、うん、なるほどね。じゃあ普通中中途半端なやつってことだ。そういうことだよ、ね、人は。俺やっぱそうなんやね。で、中途半端なやつはいじったら切れるってよく聞くよ。一流は。いやいや、どういうことや。テレどういうことやっていう風に聞いたからな。ね、通ります。自分の行動に責任を持って動いていない人を見るとどうしてもイライラしてしまう。ああ、仕事だから中途半端ってことかな。まあ仕事じゃないけど、仕事とかかな。それあれもムカつくよな。お願いしてさ、期限守ってこないとかさ、言ってたことやってくれなかった、それムカつくよね。それはそうだね。切れて当然やこれは。あ、お前良くないぞ。あれあれこっちも良くない。共感したのに。あ、そうだね。彼氏が自分に甘く人に厳しいタイプで、私の嫌なところをすごい指摘するのに、私がしたら彼が止む。話し合いない。だるいな。だるいな。これはダルシムやな。ダルシムそれ他人によく吠える人ってさ、多くがさ、弱いよね。え、こういうタイプの人います？まあ、恋人とかじゃなかったらいるけどね。仕事だからとか、じゃあ権利だけ主張して義務を怠ってる人とかは、まあ、やっぱ結構見るかな。言われたりしてたん、仕事してる。まあもちろん言われるけど、結構優しい人ではあったから、そんなにめっちゃ言われてたのか。おったもんね。まあ、あんまおらんよな。うん、かそういう人が隣の部署とかでおってちょっと関わってなんかされそうやったら呼び出して。あ、マニオブレーション。聞いたんですけど、まあ、どういうことですか。かっこいい。めちゃめちゃかっこいい。なかなか言われへんの。すみませんダルやだって。すごいけど腕遅い？どんな会話しても自分の話に持っていく人、自分の話しかしない人、自分で気づいてないのかな。あーあー、これはおるよな。これって何やろうな、確かに。これは俺ほんまに気づいてへんと思うで。楽しいってことか、自分で話してて。もしくは、こう話を広げようっていう当然の行為やと。話盛り上がってるっていう感じだから。確かに。これも相談所で結婚してる人の話したけど、うん、なんかめっちゃ喋るの上手いんだよ、うん、なんか家にぐらいめっちゃエピソードトークとかおもろい男の子で、めっちゃおもろいなと思って、逆になんで恋愛あんま上手くいとかなったのみたいな、うん、まあ男子校で理系だったんで女の子いなかったともあるって言ってたけど、相手の話を質問で掘るのめっちゃ苦手って言ってて、それは婚活の中で身につけたからできるんだったけど、ほんまに喋る特化の人って多いよなと思って、あ、だからかと思って。モテないんだったら、モテない、聞くの苦手な男にとって、うん、やっぱ俺やろなと感じたね。あ、でもほんまにあの女子会でお互いに自分の話しかせえへん人が今見えてるのみたいなとかって、どんなの会話成立してへんけどめっちゃ盛り上がってる。へぇ、わかる、私もさ、こうこうこうでさ、わかる、私もさ、こうこうこうでさ、でも違うからせえへんのせえへんの組み上がってへんねんけど、なんか空気だけ積み上がってる。こういう会話スタイルがもうあんねや世の中と思って。楽しいんかな、その2人は。あ、でも楽しいらしい。めっちゃ楽しそうやった、実際。なんか自分がよく見える話ばっかり乗っかってる人多いかもしれない。うん、ああ、なるほどね。なんか嫌な感じ見えるのかな。なるほどね。これ。お前どっちだ。ガチガチマジで。やつってマジでさ、彼女とかできて愚痴って言われたとらどうすんの？え、聞ける。あ、聞けるんや。愚痴とかどう対処してるの？聞けない。だから どうすんの、聞いてるふりだけすんの。って言って、どんな反応なんて言ったら、逆にその話でどんな反応返せっていうのっていう。リーダーは？いや、でもそれは俺、それは だるいなとか共感すんねや。うん、あ、なるほどね。嫌やけどな、別に聞くのは。あー、なるほどな。愚痴聞くのあんま嫌とは思った。俺、
あ、そうなんや。あ、そうなんや。ずっと同じ愚痴はしんどいけど。ああ、距離があるよな、愚痴って。同じぐらい苛立ってる人とかでしょ。で、共通で話すときってめっちゃ盛り上がるもんやと思う。はい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 。こっちしか知らんものに対する愚痴ってほんまに面白くない。ちょっとなんかさ、男の癖かわからんけどさ、一方的な視点で共感するのちょっと嫌なんやな、俺。わかる？わかるわかる。両方聞いた上で客観的判断をしたくなる癖はすごいあるから。まあそうは言ってもその人にもさみたいなことを考えながら、心の中でそう思ってしまうから。今の気がするな。んかこれ言ったらなんかこっちに火の粉飛んできたりするやん。たまにそれはしんどいな。引き分けのいいのが多かったよな、意外と。いや、なんかそんな風に言われたことあんまないよ。あ、ほんとリーダーさんちゃんと共感できるやな。一応形だけはやってるって感じかも。初期どうしてたん？全然覚えてないな、そんなん。あ、ほんと、思い出せないけど、そうなんだ。どうやって会話してたのか、よくわからなかった、ちょっと。アイキャッチです。これは問題提起として来てますけど。あ、はいはいはい。人のものを取りたがるメンヘラ女への対処法を教えてください。あ、対処法？これはランナー職場とかに読んでるな。お前やろってか、こういう人。俺やろ。人のものが好きで。人のものが好きかは分からんけど、一回結婚してる人ってあれだろ、モテる人よ。中西君にいい人だから気になるみたいなところはあると思うけどね。俺に関してはもう知らんな、俺は。お前なんかしてそうな人。滑り出しちゃったのに。なんかかっこいいお父さんみたいな。論文出てますぐらい。そうそうそう。お前に東京行かすかんない。ごめんか。めちゃめちゃ寂しい背中やんけ。これ、ずっと先生どうすか。先生とか言うなよ、そんな場面で。知らんって。そうなんだ、どうしようもないよな、でも。旦那さんに職場変えてもらいましょう。終わり。でかー。でも、重いぐらいは伝えたらいいと思うけどな。まあ、それぐらいしかないよな。あとはもう、結局、旦那がするかしないからね。そうだね、そう、信じるしかないんじゃん。めっちゃ疲れてるやん、師匠。師匠、どうした。じゃあなんかまあ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 いいやんか、そういう時もあるよ。なんでなんでしょ、それを言ってよ。はい、というわけで、ありがとうございました。お酒も入りつつ、答えを出さなくていいかなっていう企画でしたけど、こういう宿泊しもどうでしょうかということで。師匠師匠パッチです。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます。概要欄からフォローよろしく。チャンネル登録もお願いします。ということで、今日も一日お疲れ様。